3月30日に北海道日本ハム対東北楽天ゴールデンイングルスが新球場エスコンフィールド北海道で開幕戦を行うと。はい、レイジコーンだ今ね、はい、ライブトークも滑ってたけど、そのまま行ったね今。まあギリギリセーフかな。まあ、あれが、まあ、僕も多分仕切ると思う。まあ、とにかくもう開幕が2週間を切ってるということなんですけども、はい、これお二人にお聞きしたいのは、選手はこの2週間を切ってる時っていうのは今どんな気持ちで開幕の前準備をしてるんですかね。あの開幕言われてる青柳の、気持ちをね代弁すると、はいはい、早く来てほしい。もうあ、そうなの、この間が嫌だっていう。あ、そうなの、早く来いって。風も引けないですしね、はい、去年の例もあるし、確かに、はい、そうですね、売ってる側からしたら状態による。あ、今調子いいなら早く来てほしいし、はい、もうちょっといろいろ試したいと思ったらまだ先でいいから。あ、なるほど。じゃあもう本当に人によって今は全然心境が違うという12日、うん、ね、なるほど。ただお二人に関しては今解説者ということで活躍されていますけれども、はい、順位を予想されることも多いと思うんですけど、はい、順位予想っていうのはお二人どうですか。どうですかって。お好きですか。苦手です。嫌いだよ。好きな人いないでしょ。ああ、なんか当て物じゃないから、ね、そうなんですよ。だから、ビールとつまみでみんなでな、どれだろうなってやってるのが楽しいと思う。はい、うん、我々は仕事として、はい、言われるからで、活字になっちゃって残るじゃないですか。そうなのよ。はい、この段階で、まあ、12日後に迫った今日はパリーグの順位予想を皆さんに今日していただいたんですけれども、うん、ぜひ今日この画像がですね、皆さん3人の近藤アナウンサー、そして薮 GM、亀山監督の予想がですね、すでにツイッターに画像としてもう上がっていますので、ぜひリスナーの皆さんはその画像を。やめてよ。やめてよ。文字になるから嫌だ。ラジオでやるって聞いたけど、もう載せてると思ってないじゃない、こっちは。さっき私も確認しましたら、もう1時間前に載ってました。じゃあ画像まで食い気味で言ってんのかよ、お前。やめろ、もう。保存もしていただけたらね、残りますので。残りとまして難しいのに。あと、すいません、私、本当、僭越ながら、やれと言われてやってますんで、本当は順位予想するような立場ではないので。はい、やば、自分だけそうやって逃げるじゃないですか。もう、一緒にやろうで。30分ぐらいかけて考えました。もう一緒に、はい、叩かれよう。はい、頑張ります。では、今日はですね、まあ、ここからパリーグの順位予想ということで、はいはい、早速、まあ、お三方の順位を聞いていきたいんですが、まずは、薮 GM、はい、順位の発表をお願いいたします。はい。1位、ソフトバンクホークス。はい、2位西武、はい、西武、3位オリックス、はい、3位にオリックス、はい、4位千葉ロッテ、はい、5位楽天、はい、そして6位日本ハムファイターズ、はい、以上です。なのでオリックスの3連覇は薮さんはないという予想。まあそうですね、昨年も外しましたけど、はい、2連覇も難しいのに、さらに3連覇となるとどうかなと、うん、いや、そのあたりもちょっとしっかり3人の発表をしていただいてからちょっとお聞きしようと思います、はい、では次は神山監督お願いします。大将棋は悪いです。1位バファローズ。1位バファローズ、はい、3連覇。2位がホークス、はい、ホークス。3位がマリーンズ、ロッテ、はい、4位がイーグルス、はい、5位がファイターズ、うん、5位にファイターズ、6位がライオンズ。6位がライオンズ、うん、あ、ごめん、トライオンズ。あ、え、あれとなると西武がいなくなっちゃいましたね。多分、参戦が許されませんチームの手を出して。そうそう、はい、ということで、オリックスが3連覇、そしてソフトバンクは2位、うん、という予想を亀山監督はされました。はい、では、近藤アナウンサーにも続いて発表していただきましょう。はい、優勝ホークス、うん、はい、2位バファローズ、はい、3位ファイターズ、おー、4位ライオンズ、はい、5位イーグルス、はい、そして最下位はマリーンズだと思います。 お聞きいただいて分かるようにもうバラバラにはなっているんですが、うん、ちょっとまず私がお聞きしたいのはやっぱり2連覇中のオリックス、うん、ヤブ GM は3位に指名、はい、そして亀山監督が1位、はい、近藤秘書が2位ということになりましたが、はい、うん、これオリックスが3位と予想したヤブ監督、あ、ヤブ GM はどうしてですか。ですね、やはりWBC に投手がね、4人いってるんですよね、はい、その影響が最初ちょっとあるかなというのと、まあ吉田選手が抜けましたけど、その穴は十分ね、キャッチャーの森選手に打つ方は埋まると思うんですけど、はい、なんせ3連覇、うん、なかなかこれがね、あ、そこですね、そこなんだよね、で他も強いから、はい、
とにかく、まあ、3位にしましたけど、まあ、自力はあるという判断ですね。あのデータ班なので一応データをいろいろ調べたんですけども、はい、パリーグで3連覇っていうのはこれなかなかなくて、うん、過去30年間で連覇は8度あるんですけども、うんうん、3連覇、まあ、以上をしたのは90年から94年の西武の5連覇だけなんですね、うん、セリーグで見るとこれ結構まあジャイアンツが2007年から9年だったり2012年から14年でカープが16年から18年と3連覇あるんですけど、うんうん、セリーグはパリーグはなかなかないんです。なかなかだけどゼロじゃないでしょ。そうですね、一度あります。あるじゃない。あります、すいません。その亀山監督は3連覇があると。バファローズはやっぱり圧倒的に球が速いピッチャーが多いんですよ。あ、はい、って考えたらやっぱりね、その今 WBC 見ててもそうですけど、はい、やっぱり投手力っていうのが野球のまあ7割8割、はあ、そこまでいきますか、うん、を要するに占めてるんだよね、はい、あとはどうやって点取るか、相手が1点だったら2点でいいし、はい、5点取られるピッチャー陣だったら6点取らなきゃいけないけど、はい、そんなにだからピッチャーで崩れるイメージがない、はい、って考えたらやっぱり強いんじゃない。なるほど。ヤブ GM は4人の WBC の選手たちがちょっと影響あるんじゃないかというお話でしたが、神山監督はこの4人に関しては、いやその4人が遅れたところでなんですよ。なるほど。いっぱいいるの、他にもいるからということで、はい、なるほど。そうそう、近藤アナウンサーは2位オリックスという、はい、ホークスとバファローズが、まあ、去年最後まで優勝争いしたわけじゃないですか、はい、この2チームがおそらく今年も優勝を争う、まあ、1位グループだと思うんですよ、はい、でこの2社を比較した時にホークスはロッテからオスナ取って、はい、阪神戦力外になったガンケル取って、なんといってもファイターズから近藤を獲得しましたよね、はい、でオスナが入ることによってモイネロオスナでも後ろ固めちゃったんで、うん、千賀は抜けたものの、うん、リリーフの森唯人とか藤井光也が、はい、まあ、先発やりたいって言ってるらしいんですけど、前に回せるんですよね、はい、そうなるといろんな意味でこううまく回るんじゃないかっていうところ、うん、で、はい、一方バファローズは確かに森友哉を獲得したんですけど、うん、やっぱりこの代表での吉田正尚のもうここまでで10打点ですか、はい、そうですね、あの打ってほしいところで打つパワーを失うっていうのはやっぱりこうホークスの後陣を排する結果につながるんじゃないかなというところです。パリーグあるあるじゃないんだけど、はい、あのファイターズが強くなった時代の時に新庄君抜けたとか小笠原君抜けたとかいう時に強くなったのよ、ね、ダルビッシュが抜けた時もね、それだけの年俸をみんなで取り出さないっていう状況ができる野手は、なるほど、ピッチャーと違って野手の場合はね、はい、ポジションとお金がそこに落ちてるんです、はい、まさにグラウンドに銭が落ちてる、一斉にそこを取りに来るとグッと強くなるといっぱいあるんですよね。はいはいはい、これもうそれも込みで神山監督はもうあるんじゃないかというのことですね。あと言ってるけどホークスってお二方言ってますけど、はい、モイアンだって言ってんだよ。あ、モイネロね。モイネロ、モイネロね。そうですね。WBC 県だから。千葉代表。はい。そうか。まあこのあたりが本当に WBC がどのくらい影響するかというのも。デスパイでも言ってるしさ。そうですね。まあデスパイでもいませんから。ね、そうか。はい。まあ、まあ、この中で。アグラシアル。グラシアルもいませんか、いないのか。オリックスとソフトバンクが1位、2位を占めるだろうという亀山監督。だから、ヤブさんのこの2位ライオンズが斬新なんですよ。僕はだから、新監督の松井一夫監督に期待したいんですよね。はいはい、なるほど、うん。で、打つ方もやっぱり山川がいるし、穂高選手がいるし、はい、まあ、中村選手はだいぶベテランですけど、はい、またね、似たような体型のね、渡辺っていう。右バッターがいるんですよね。ドライチ。この辺が3人がまたね、あの球団って結構うまく世代交代していく球団じゃないですか。はい。だからなんか来るような気がする、ね。それこそ森友哉が抜けたところでまた新しい芽が出てくる。次々出てくる球団なんで、あそこは。まずこそ厳しいような気するんだよな。うん。そう、厳しさについていけるかな、それが。ああ、なるほど、うん。厳しいっていうのはその指導方針が厳しい。もちろん、あの、はい、なんかの、ノリでわーいっていう感じは、あまり好まないイメージがあるので、はい、うん、立浪さん系ですよ。そうだ、PM なので、やっぱり。単純に言うと、出身校がそうなんですよ。厳しめな感じはするし、はいはい、やっぱり、エースキャッチャーがいなくなるって、相当、まあ、僕のそのピッチャーの考え方からすると、結構ピッチャー側が頑張んなきゃいけないんじゃないかっていう。そうですね、不安要素を感じて、ね、去年打率最下位なんですよ、ライオンズ、うん、はい、そこから森友哉が抜けたら誰が打つんやっていう、うんうん、陽川選手じゃないですか。
あ、でも、いや、よく打つと思う。打つと思いますよ。なんか、はい、この間オープン戦で3試合連続打点かなんか上げてましたよね。はい、頑張ってほしいです。だから打つけど、はい、そういうことないの。ピッチャー陣のって話だから、キャッチャー、エースキャッチャーになったら分かるけど、分かるけど、ね、分かるけど、分かる分かるよ。そうですね。まあでもこれ、ヤブジームは西武を2位ですけど、亀山監督は西武6位なんですよ。だからよ。だからよ、沖縄で言うと、だからよ。だからよ。なるほど。まあ、キャッチャーが本当に大きくて。そこで言うと、その、まあ、情報も薄いけど、はい、うん、単純に盛り抜けたっていうのは大きいんだろうなっていう考え方ですね。あ、では次は、日本ハムのことをちょっとお話ししたいんですけれども、はい、ヤブジームは6位、亀山監督は5位、うん、近藤秘書は3位。はい、これヤブジームはどうして6位という、まだちょっと時間が欲しいというかね、はい、ちょっとまだ選手の力はあるのはだいぶわかるんですけど、はい、ちょっといろんなものがこうまだ途中かなという感じがするんで、まあ、もっと時間かけてほしい意味合いも込めて6位にしましたけどね、はい、なるほど。まあ、リーグ戦といろいろオープン戦はもちろん違うと思うんですけど、うん、今オープン戦だけ見ると2位タイ、うん、11試合で7勝4敗と、うん、まあ、いい戦いしてるかなというふうにも映るんですけれども、うん、オープン戦はだからね、オープン戦9位が優勝するパターンが多かったんですね。まあ、昔は僕が統計取ってた時代はそうだったんですけど、なんか最近これセリーグの話ですけど、ここのところオープン戦最下位のセリーグのチームは優勝3年続けてしてるんですよね。はい、また統計取ってる。でもまた細かい話で恐縮ですが頑張ります。で、亀山監督の日本ハム5位というのはどういった理由でしょうか。はい、もう優勝しか見ないって言ってるけど、はい、現状そんな甘くないですよっていうところも踏まえて、うん、はい、ただ一番下には入れないでしょっていう、うん、でやっぱりね、ファイターズは新庄監督が言ってたんですけど、用意どんどん30試合、はいはいはい、ここでいけたら勢いに乗るんじゃないかな。ただ勢いに乗ったところで他球団メンツすごいですから、うん、簡単には勝たせてくれないと、うん、だけどやっぱりその用意どんどんかき回せば、うん、一つぐらい順位上げるんじゃないっていう。なるほど。この春先が大事というところですね。レースコンでやっぱお金かかってるからね、はい、うん、ここがもうしっかり回収できれば、うん、いい外国人が 2,3 枚入ってきたら、はい、強くはなると思う、はい、そこにはやっぱりヤブさん言われるようにもう少し時間かかる、うん、かな。ピッチャーの方がちょっと枚数も足らないし、そうなんですよね、うんうん、力あるのは認めますけどね、はい、うん、なるほど。近藤は秘書は近藤は近藤はあと、いや、もう邪魔だと思う。僕が流せば丸く収まるかなと思ったんですけど、来ましたね。やっぱり俺は野球界で生きていけるから。近藤さんと近藤秘書がちょっともう、さっきから GM の監督のどっちか分かんない。そうだから、本当に設定が曖昧すぎるからさ。GM 監督秘書なんですから、すいません。近藤秘書は第一秘書です。第一秘書は確かに戦力は薄いですが、はいはい、このオープン戦でなんかみんな生き生きと野球をやってる感じ、うん、で、これ多分日本球界過去例がなかったと思うんですけど、その監督就任1年目も優勝は目指しませんって言っちゃって、本当に優勝を目指さない戦いを1年間やった、はいはい、選手は多分ね、勝つためのプレーっていうのにすごい飢えてると思うんですよ、はいはい、だから今年はマジで本当に勝ちに行くんだ、みんなでその一つの目標に向かって行くんだっていう、その一体感が出た時のアドレナリンの出方みたいなところに期待したいのと、あとはヤギオーナー頑張ってくださいという、そうですね、そうです、はいはいね、はい、それで A クラスだよって思ったけどさ、面白いね、はい、我ら新米で、新米だぞおいその話戻ってるんですね新米が近藤って呼んでいいのかすいませんアナウンサーともちろん何かね、後につけるつもりだったんですけど、面白いなと思ってごめんねすいません失礼しました。俺なんか面白いってことは多分聞いてる人面白いんじゃない。大丈夫だよちょっともう1球団 お伺いしたくてですね、はいはい、ロッテについてぜひお聞きしたいなと思いまして、ヤブジームはロッテは4位、亀山監督はロッテは3位、近藤は非常にわざとだろ、ちょっとわざとお前ちょっと番組終わったと残れ残りますこれパワハラだよこれ近藤秘書はロッテは6位という評価だったんですけれども、はいはい、これ吉井新監督です。吉井新監督が去年ね、チーム打率5位、チーム防御率4位、うん、ただ、はい、借金は4でとどめたんですよ、うん、はい、しのいで勝つタイプのチームですけど、はい、さっきホークスにオスナが行ったっていう話をしましたけども、オスナ・ゲレーロっていう速いボールを投げられるリリーバーが退団して、うん、で長らく守護神を務めてきた増田投手もちょっとやっぱ最近しんどいのかなっていうのがあるんで、
しのげない、計算できないという要素プラス、やっぱり新監督が2月の半ばから3月下旬までチームを離れた時に、うん、まあ、こういうことって起こったことないと思うんですけど、うんうんうん、選手のそのプレシーズンの緊張感ってどう想像します？監督がいないんですよ、うん、シーズンの準備段階。いや、はい、いや、だけどどうなんです、僕は逆にいないからこそちゃんとしとかなきゃダメだっていう風に野手はなれそうな気がします。おお、そうです。ましてや言ってるのが監督と佐々木朗希君でしょ、はい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 、今年エースですっていうエースと監督だけがいないんだから、うん、じゃあ監督佐々木がいなかったらこのチーム何もできねえのかっていうのが一番悔しいから、俺は結構スイッチ入ってみたいなと思ってるんですけどね。まあ絶対でも影響はありますよね、うん、ですよね。なくはないと思うんですよね。であと逆にその吉井新監督が自らのチームを納得づくで把握する時間が残されているのかどうか、うん、そうそうそう、はい、迷った時にこれはこうだからこいつっていうふうにすぐ判断できる要素が時間的にも足りないんじゃないかな。ヘッドライダーにしませたけど、だからクーラーコーチじゃないですか。ピッチャーサイドはある程度わ、うん、かるから、はい、そっち以外の野手は結構任すんじゃないかな、コーチ陣に任せちゃう感じですね。2009年の WBC で日本代表を率いた原監督、うん、はい、まあ、この年は原監督が、まあ、巨人をもちろん率いて日本一になっているということもあるんですが、うん、いろんな、まあ、いろんな違いはあると思うんですが、ロッテは果たしてどうなるかということで皆さんに今お話をお聞きしました。ロッテがどうなるかだけど、河内がどうなるかで心配しますな。そうですね。この後ね。まあ、この後番組の後楽しみにしてください。ちょっと締めるのが怖いんですけど、このコーナー。うん、というか、うん、はい、締めないとどっちみち後で締められるから。違う締めが。違うか。はい。ということで今日の報告は以上です。任せろ新米データ班。今週は河内洋平が担当しました。ありがとうございました。あ、お疲れ様でした。冗談やね。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。